久保さん、今回カメラ展売にしましまょうか <laughs> これね結構ね壮絶な物語があるんですよ。まあ、今回の久保さんのね大ちゃんにつながる部分があるんでねあれなんですけど、まあ、僕はですねあの小野沢さんがカメラ転売の,あの塾をやってた時に、まあ、裏方でねあの「小野里です」みたいなね <laughs> やったりとかね <laughs> まあカメラ転売のあの なんかセールスレターとか作ったりとかしてましたけどあのフォローアップ勉強会とか小野田さんのカメラ転売のコンテンツっすよね多分僕一番聞いてますね多分 <laughs> おそらくだってフォローアップ勉強会カメラ転売のフォローアップ勉強会も全部僕カメラマンで入ってねそう参加者一人の時とかもね僕は絶対いるっていうねそう <laughs> で僕が一番聞いてたんですけど で、そのカメラ転売、小野田さんのカメラ転売の塾に入って、で、カメラ転売で稼げるようになった、あの、小坂君くんっていう子がいるんですけど、で、その小坂君くんが、まあ僕のね、確かライブとかなんか,な,なんか見てくれてたんですよ。うん。で、じゃ一緒にセミナーしようと、いうことになって、僕はカメラ転売を、 あのまあやってないんですけども <laughs> まあそのカメラ転売で全く初心者の状態からカメラ小野田さんの塾に入ってカメラ転売で稼げるようになったことまあタイアップしてセミナーをやりましたでまあ僕がいつも通りねセミナーをやったらねセミナー映像を販売するわけなんですよでセミナー映像販売しましたと <laughs> でそれを買った一人の人はねいるんですけど 斎藤、斎藤先生って今呼んでるんですけど。で、その斎藤先生はですね、まだね、あの、音楽活動をしてまして、うんとね、収録か。で、コンビニのバイト歴がもう10年以上ですね、うん。13年だったかな。もうずっとコンビニのバイトなんですよ。ずっとです。<laughs> まあ、音楽活動やってるんで。 だけど、まあ、コンビニのバイトの収入だけだときついと。で、なんかな、なんかないかなっつって、たまたま僕のね、カメラ転売のセミナー映像を買ってくれました。その後、その斉藤先生どうなったかっていうと、あの、今、毎月、そのセミナー映像を買ってから、何ヶ月後だ。まあ、何ヶ月後,後かに、まあ、半年後ぐらいかな、10万ぐらいって、まあ、そこからもう10万ずっと切らないですよ。で、この前、 2ヶ月前ぐらいに対談したんですけど、1ヶ月前か。初めてその20万いきましたみたいな。コンビニのバイトしながら、収録でも未だにバイトしながら音楽活動を続けながら、カメラ転売のね、収益、まあ利益ですよね。あの、売上ではなく、利益が20万超えて、まあその、コンビニのね、バイト代を超えるみたいなね。あの、それで対談取ったんですけど、すごくないですかこの、 <連>鎖<笑><笑>小野田さんの熟成さんと、あのー、カメラ転売のセミナーしてその映像を買ったお客さんがまたカメラ転売ねコンビニのバイトの収入を超えるみたいなねもうだから2年ぐらいですかねずっと稼ぎ続けてますねその映像を買ってからでもその斉藤先生もずっとねそのね一つの商品の 自分が買ったね、セミナー映像を見続けて、3ヶ月ぐらい聞き続けてたって言ってましたけど、そう。すごいですね、これね。<laughs> で、結局、じゃあ、その、その、そのお客さんはどうなったのかっていうと、まあ、僕がオファーしてね、すげえと。ね。で、そのね、カメラ転売のセミナー映像をね、多分ね、もう結構、まあまあ、売ったんですよ。定期的に、そのまあ、その斎藤先生がエビデンス出てきたんで。まあ、今、最近売ってないですけど、 です多分ね100人ぐらい買ってると思うんですよねおそらくだから斉藤先生だけですね <laughs> まあ僕ねまあ結果報告もらえるのがお風呂が風呂は痛みたいですねすあの結果報告もらった随時もらってるのは斉藤先生しかいないのであれですけど、まあ、結果的にそのドリア化の講師になるっていうね <laughs> もうぐるぐる回って で最後その斎藤さんはドリアカの講師になってね講義をその提供していただくというね何なんだこれみたいな <laughs> うんでもじゃあこの連鎖の中で僕が一つ言えることはまあそのコサ国くんにしても斎藤先生にしてもまあ,あの愚直にね誰よりも聞いて誰よりもやったってことですねうんだってもともと2人 カメラ転売っていうかカメラなんか全く知らなかった子ですからねうん全くですよ、うん、だからまあ結局その久保さんもね、あのー、言ってましたけどうんまあ一番聞いてるのは億万長者合宿一番聞いてるのは僕だし <laughs> 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 一番アウトプットしてるのは僕だし 多分、リスナーさん、ま、奥万町じゃ合宿ね、久保さん以外も聞いてると思いますけども、久保さんと僕以上にやってる人いないですよね。だって、聞いたら返すわけですからね、これね。<laughs> ね、聞いたら返すっていうのを何千回やってますけどね。うん。だ結局はやっぱね、あの、人の話を聞いて、しっかりアウトプットするっていうことをやった人だけが、まあ、人生変えていくるんだなっていう。 しかも、誰よりもですね。誰よりも。じゃあ、なぜ、なぜ誰よりもそれをやらなければいけないのかっていうと、僕たちは凡人だからです。凡人が、あー何か他の人と違う収入だったり生活手に入れたい、入れるんだったら、まあ、凡人徹底ですよね。そう、しなければいけないと。うーん、そう。 その小野沢さんとから、小野田さんが来ましたねき。来たというか、その小野田さんからメッセージはないんですよ。久保さんとのやりとりはね、この動画作ったらこう送り合ししてますけど、小野沢さんとはメッセージのやりとりなんもないので、あの、お互いにチャンネルを見合うっていうね。だから本当ね、僕も最近その小野沢さんの動画をクリックしたんで出てくるんですよ。そのスクロールしたりとかしてると、YouTube を。まあ YouTube アプリとかでスクロールしてると。 ん吉谷さん,やんって昨日出ててあなんかまたなんか撮ってるぞっつって <laughs> 見てあのー、まあ動画撮りましたけどうんそうまあみんな消えてきますよね本当にに、まあ本当愚直にやってる人続けてる人って少ないかなっていうそうまあ結局続けてる人は変えてるし、うんまあ、小野田さんもね まあ、その、あ、そうそうそう。久保さんへの動画、ラブレターみたいなの見ましたね、僕そう。なんか久保さんへの動画も撮ってて、久保さんに何話したんだろう、みたいな <laughs> もう、あのー、マーケティングにやられましたね。でも、ワンツー動画すごいですね。やっぱね、僕、ワンツー動画撮る側なんで、やっぱ吉谷さんへっていう動画撮られると、絶対見,見ざるを得ないですね。で、その久保さんとの関係も深いんで、もうこんだけやりとりしてるんで、久保さんに何言ったんだろう、みたいなね。 <laughs> まあ、久保さんへ言うてるけどねあの、見ちゃいましたけど、まあ、小野田さんは言ってましたよね、なんか、その、言葉で言ってないけど、そういうなんか伝わるみたいなね、まあ、僕もその、まあ、カメラ転売から小野田さんがあフェードアウトしてあの、いろいろやり始めてね、僕は思ってたわけですよ、なんでカメラ転売を教えないのかなっていう。 カメラ転売、も徹底的にやればいいじゃんとうーん思う部分はやっぱありましたようんだってカメラ転売って僕いろいろ見てますけどもやってもらえればもうかなりの確率で稼げるんでカメラ転売はねそうでまあコンテンツビジネスよりかは僕はいいと思うんですよねただまあもちろんその僕もカメラ転売売ってきて小野沢さんの商品売,る売ってきて思ったのがめちゃくちゃ売りづらいんですよ めちゃくちゃ売りづらい。やっぱね、あの、カメラに対しての、やっぱ、やっぱ、何やろうな。あの、精神的な心理が高い。なんか、あんなの売れるのかなとかね。触ったことはないとかね。うん。あと、仕入れちょっと高かったりするんで。うん。でも僕は、まあ、その、まあ、信者 S さんっていう人もいるんですけどね。まあ、信者 S さんの話はちょっと置いときましょう。信者 S さんも小野沢さんだと思うんですけど。 まあその人もね、信者 S さんも、あのー、なんだ、小野沢さんの塾で、あのー、30万ぐらいカメラテーマで稼げるようになって、で、そ相談、まあ、の僕の方にもね、相談あって、まあ、吉谷信者にもなって、吉谷さん、30万以上稼ぐためにどうすればいいですかみたいな、なんかコンサルしたんですけど。 まあ僕はコンテンツビジネスを教えてるんで、その30万を武器にして、カメラ転売のね、小野沢さんみたいな情報発信して、塾やったりとかやればいいじゃんと。で、それが嫌なんだったら、それが自分に合わないと思うんだったら、カメラ転売を突き,突,きあの突き抜けるというかね、やればいいじゃんと。で、今、サラリーマンで働きながら、そのね、信者 S さんは30万いってたんで、8時間とか9時間とか10時間、まあ、そのサラリーマンとして働いてる時間を、もう会社辞めて、 もうカメラ転売一点張りでもうやればええやんと。で、そうしたら今の売り上げより絶対上が,上がらないと。今以上に時間をかけてね、リソースかけて30万以上に利益を上げられるでしょうと。8時間、9時間、10時間ね、まあサラリーマンでサビ残業とかったら12時間とかになると思うんですけど、その時間をカメラ転売一,般一日全部ぶち込んだら絶対売り上げ作れるでしょうと。確かにそれはまあ それで作るなとおかしいし、作れますねっつっね。で、そこから信者 S さんは、1、2ヶ月後、本当に会社辞めまして、で、その3、4ヶ月後、報告もらって、吉野さん、月収100万行きましたと。まあ、利益ベースでね、カメラ転売っていう報告をいただきましたけど、そう何の話だっけまあ、な、なんだまあ、そう,そうそうそう、なんだ まあ僕はその小野沢さんがいろんなことやり始めてからまあ思ってたんですよねあのー、そのカメラ転売なんでその突,きつ突き詰めればいい,いいじゃんみたいなねうんまあそれはまあ小野沢さんもいろいろあると思うんでまあそれは小野沢さんのあれですか自由にやってもらえばいいんじゃないかなと思うんですけどねまあ僕の人生ではないですからうんとにかく言うこともないですからうーん だでもね、僕がやっぱね、そうそうそう、それで僕がブレない理由、ずっとコンテンツビジネスいいよって言い続けられるのは、やっぱりその、なんだろうな、いろんな人見てきた、反面教師でいろいろ見てきたっていうところがやっぱ多いですよね。うん。まあ僕もね、はっきり言ってコンテンツビジネスってやっぱ超売りづらいんですよ。本当売りづらいです。めちゃくちゃ売りづらいです。だって言われますもん。僕が何発信するんですかみたいな。 いや僕が発信できることないよと、うん。しかもまあ、それが、あの、なんだろうな、あの、じゃ仮に自分でもできそうだなと思って始めたとしても、やっぱりだ挫折していくんですよ。だからこれを応援し続けるって超、応援し続けるって超大変なんですよね、やっぱり。うん、だからまあ、あの、ぶっちゃけまあ、あの、なんだ。 なあ一部の熟成さんとかまあコンサルして今コンサルしてる子とかにはそのコンテンツビジネス僕のやってることはおすすめしてないですけどね、うん、コンテンツビジネスを商品化するのはあんまおすすめしてないですね <laughs> 売りづらいんで、うん、やっぱ売りやすい商品と売りづらい商品っていうのはやっぱあるんですよだけどまああと僕本も出したっていうのもありますけどね うん、やっぱ本がこう名刺代わりになってるんでそうだから小野田さんも、ね、転売の,その転売成功法則みたいな本出してるんで、まあ、転売1本でいいんじゃないかなとは思った部分がねありましたけどね、まあ、それは昔ですけどうん、まあ、僕はその,そのなんだ小野田さんがいろんなことやり始めてから見なくなったんでうん まあ何や全て何やってきたのか分かんないですけど、うん、逆にまあ僕はいろんな人を見てきてそのぶれない一点張りでこうできるのはそういうのですね単純にだから仮想通貨も本当ねやらなかったですからねでもでもやったことによって その久保さんもそうですけど損したものももちろんあるでしょうけども久保さんはその、ね、仮想通貨の中でもあのかなりの利益上げた通貨もあるだろうしもちろんあ解けたやつもあるだろうしだ僕の場合はその失敗もなければ成功もないと仮想通貨とかねうまくいったものもないとゼロ <laughs> ゼロですゼロだつまりプラマイゼロとうん でコンテンツビジネスに関してはリスクゼロなので、もうゼロなんですよね。だもうゼロを積み上げてるみたいなね。<laughs> ゼロ積み上げたら、ゼロ積み上げていくと、なんかゼロじゃなくなるとこあるんじゃないかみたいな。<laughs> そうそう、そのね、あの、最近その僕、好きな社長さんができまして、そのオンデイズさんのね、田中社長っていうそのメガネでね、の聞いてるんですよ、オンデイズさんの。 でそのオンデーズの社長が言ってるの言って,てそのあの、なんだろうな、点を取られなければ、点を取られなければ試合に出続けられると。ね、点,を取らな点を取られない。ね、点を取られな,なければずっと試合に出れるず、ずっとバッターボックスに立てる,立てるとかね、だからヒットを打てる確率出てくるでしょうっていう、この考え方、確かになと。 点を取られなければ負けない。負けないからずっとできると。じゃあずっとやってれば回数がものょっと増えるからあの確率上がるよねと。多分ね僕ねそんな感じなんですよね。<laughs> 点を取るというかね。点を取るのもも,もちろん大事なんだけども点を取られないっていうのが実は一番大事なんじゃないかなと。だ生き残っていくってことですよね。そう まあ、昨日かおとといブログでも書いたんですけど、生き残るっていうね。生き残るっていう。生存していくっていう。起業して、ほとんどの会社が10年、20年、30年は持たないわけじゃないですか。うん。だけど、これ、もう起業して、例えば10年、20年生き残ったとするならば、ももはやそれだけで成功なんじゃないかなっていう。だってもうパーセンテージ超少ないですからね。生存率が。もうどんどん倒産していくんで、破産していくんで。 消えてきますからだ、うん。タピオカとかもね一時期ブームブーになりましたが、タピオカのお店とも,もうなくなってるでしょ <laughs> まあ形を変えてまた残ってるのか分かんないですけど、うん、ただね小野沢さんはやっぱあのー、すごいなと思うのがやっぱその発信は続けてるんですよねここは。 まあ発信の内容はいろいろ変わったりとかしたりとかねあれですけどこのね発信は続けてるんですごいなっていうのはうん普通発信もなくなりますからねだからそこはやっぱ根底的なまあ発信の内容はいろいろ変わってる部分だったりとか小野沢さんの思いとかいろいろあるとは思うんですけどただ根本的な部分に関してはやっぱ昔と変わらないところがあるんだなっていうのはすごく なんか、あの、久保さんへのメッセージを聞いて思いましたね。根本はやっぱその、リスペクトしてるというか、本当に大事なことは、うん、見失ってそうで見失ってないというか、うん、だから完全に見失ってたら多分、久保さんへの動画撮らないし、完全に見失ってた僕への動画撮らないですよ。完全に見失ってたら。完全に見失ってたら多分、発信もしてないだろうし。 多分、まあ、ぶっちゃけ言うと言葉汚いですけど売って逃げるっていうね多分見失ってたら <laughs>、うん、売って逃げるっていう、うん、そこはなんか久保さんへの動画を見て感じましたけどね、うん、だから何だろうな昔ね小野里停電、まあ、懐かしいなとちょっとこの思い出が浮上しましたけど まあ、小野沢さんちでね、久保さんとか、熟成さん集まって、なんかね、4人か5人で雑魚寝してね、でライブ、年越しライブかなんかしたんですよね。あれ、5、6年前だと思うんですけど、懐かしいなと思って。<laughs> そう。まあ、楽しかったですね。りかちゃん、元気にしてんのかな、りかち, <laughs>、ね、ちゃん。ね、りかちゃん。はい。 まあ、そんな感じですね。はい、いってらっしゃい。